めっちゃダイバーなんですよ、私。ダイバーでサーファー？サーファーではない。サーファーではない、うん、本当に水族館に来れるとは思ってなかったし、そんななんかロマンチックな感じで話せると思ってなかったし、今日ローズ絶対もらいたい。だって安心したいもん。なんかさ、俺のなんか勝手な予想だけど、はい、英語圏とかに住んでそうな感じがするんだけど、住んでた？1年間だけアメリカにいた。あ、1年間アメリカにいたんだ。だから17の時に、あ、そんな前、超ローカルな高校に1年間だけ交換留学して、はいはい、あ、高校の時の交換留学だ。そんな、わかんない、なんとなくさ、そういう感じが。いや、全然すごい長いこと住んでるっていうか、なんか動きがそうかなっていうふうによく言って。ああ、そういうことか、うん、あと思ったのは、すごい、多分きっとお酒を飲んで仲良くなれそうだなってこうそれがいい意味に思えて、やっぱり一緒に飲めてさ、楽しんだ方がさ、いいじゃない、きっと。だからすごいなんか仲良くなれそうって言ったら語弊があるけどさ、一緒に飲みたいなっていう風に、なんかこう一緒に楽しめそうだなって。ああ、そうそうそうだよ。じゃあ乾杯。乾杯。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でしたってか、いや、俺は結構楽しかったんですよ、個人的には。最後の俺なりのちょっと儀式がありまして。儀式、儀式、はい、ローズを渡すか渡さないかっていうのはマストじゃなかったんですけど、手応えはありました。ローズをもらえる自信はバッチリあります。もらえるんじゃないかと思いますけど、僕の中のテーマだったその素をもっと見たいなと思ってて、それをこう見せてくれた菜々子さんにあげたいと思います。ということで、ローズを受け取っていただけますでしょうか。ありがとうございます。それから私にローズをくれました。めっちゃ嬉しいです。本当に彼女はもっと仲良くなればすごく気が合うんだろうなということがこう自然と想像できて、そこが本当にその夜の一番記憶に残ってることですね。